清涼飲料水、カナダドライ、シンジャエール、ほとんどタコ。俺が作りましたね、これは。愛し合う二人が飲むんですね。カナダドライ、シンジアエール。ラーラーラー。なんだよ、笑えよ、バカ野郎。梅本てめえ、汚ねえな。さっき笑ったの、俺はそれ言った時に。参っちゃいますね。いいんだ。じゃあ、島大輔くんのラブリー玉がいきましょうね。はい。神奈川県は高橋文子ちゃんからもらいました。どうもありがとう。ありがとう。お前ちょっと、ムードミュージック、シャバダバダーってやってみな。シャバダバダー。私、シャバダバダー。お前全然ラブリーじゃねえじゃねえ。もっとムードなんで。だってそんなわかんない。見せてやってください。だってえな。私、7月18日。もっとや、ゆっくりやれよ。ほら、同じじゃないですか。大輔のほら、この合図。じゃあお前読めよ、大輔。お前これ読めよ。僕はじゃあリズム取りますから。ワン、ツー、サン、シ。私、7月18日、日比谷野外音楽堂で開かれた、カモン・ジュンコ&大輔見てきました。影から見ていた、ラン・オヤブンも見ました。私は、一生懸命やってる大輔くんの、流れる汗を、ハンカチで拭いてあげたくなりました。友達と私、そして会場のみんな、熱くしてくれた大輔くんだから、そんな大輔くんが、私大輔。ラララララララ。絶対一人で笑ってるなお前。なんか読めちゃったと思う。面白くもなんともありましたね。恐ろしい音なんですが、絶対後編行ってみたいと思います。はい。埼玉からいただきました。青柳美希ちゃんからもらいました。どうもありがとう。どうもありがとう。テッタが医者になって飲む飲み物。ドクターテッタ。受けた。ドクターテッタね、写真集で、銀バルじゃねえや、前回バリバリで俺飲んでますね、ドクターペッパーを。あー、飲んでる写真があるんですよ。その2、テッタが使ってる歯磨きはテッタライオン歯磨き。ほとんどタコ。言う前から出すなって。テッタライオン、お前笑ってやれよお前。テッタのためにお前な、ミキちゃんが一生懸命考えたんだよ。はい。テッタが使ってる歯磨きは、テッタライオン歯磨きだ。次行きます。玉川行こう。鳥取市は、尾崎智子ちゃんからもらいました。どうもありがとう。鳥取市内に住んでる人は、人のものを取っとりしない。ラーラーラー。面白い、絶対これ。なんだよ。鳥取市内に住んでる人は人のものを鳥取しない。ほら、受けたじゃねえかよ。笑えおめえら。何お前、お前エブリバディ全国のパックリ食うならみんな聞いてたよ。俺が一生懸命ハガキ読んでんだろ。大輔と絶対俺の顔見てんだよお前。お前24歳ようやるよって顔してたお前。最高ね。翔さんがパックリ燃えてる顔が汗流してやってるからね。マジで唾ペッペペッペ俺まで飛ばして素晴らしく頑張ってるから俺も勉強してるんですよ。ねえねえ、勉強てめえくせえこと言ってんだよ。次行ってみたいのは玉川へ行こうのコーナー。埼玉県は丸山知恵ちゃんから来ました。どうもありがとう。ドレミファーの次はソラシドかい。ソラシドララ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 ラソラシド。次行ってみたいと思います。足立区は小野瀬陽子ちゃんからもらいました。どうもありがとう。謎かけ玉川、2とかけて3と解く、その心は6、3とかけて4と解く、その心は12、4とかけて2と解く、その心は8。当たり前ですよ。ラー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 。言わないの。一生懸命考えたと思いますよ。てめえよ、いい子にやろうとしてやる。大輔お前、もうすぐ発売されるからってやる。だってさ、たまには僕に言うんですよ。知らさっきパンツ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 って言っといて。分かったって。そうですよ。ダンさん、あ、いや、次行くぞー。次は、なんだこれ、千葉県は松戸市。CM ですね。ケンジからもらいました。どうもありがとう。千葉県松戸市、CM ですね。ダンさんとかけて、短編小説届く。その心はぐらい言えよ。その心は暗いんだっつう。南さんの玉川とかけて短編小説と解く。その心はど
うして一人ずつしか言えないのお前たち、ね、私も何冊かけて短編小説届く、その心はすぐ読める、ほとんどだと。ちょっとスピードアップしていきましょうね、次いきます、はい、群馬県は木村学からもらいました、どうもありがとう。福地くん、福地くん、福地くん、何が食べたい、福地漬け。ほら、ちょっと笑える見せてですよ、これって言うんですよ、てめえ完璧なんだよ、この野郎。お前ら、放送終わったら大変だぞ、お前放送会なんか言って次いきます、これ誰だ、岡山市からいただきました、岡岡くんからもらいました、どうもありがとう。七夕玉川、笹の歌を歌います、はい、笹、笹、笹、ほい、笹、ほとんどタコ。岡山県は藤井くん行ってみたいと思います。明日の朝は雪が積もろう。辛いですね、入ってくるってことですね。なるほどな、玉川ね。今大好きわからなかったんじゃないの、わかったの、わかった、わかった、なんで面白いかわかる、お前つもろう、明日はつもろうね、いや今日は、今日は今日、今日はなんだ、今日は、今日はトゥデイ、イエーイ、素晴らしい、やった、昨日はイエスタデイ、イエーイ、お前タバコ吸っただろ、えお前タバコ吸っただろ、えイエスタデイって言うんだよ、お前はよ、真剣になって、ええあ、昔ね、タバコ吸うとか言ったら、あ、すいませんって取ろうって言ったら、いらねえんだなってこうやってやられて、そうだよ、次行ってみたいと思います。大分県からいただきました、加藤昇からもらいました、どうもありがとう。恐怖を感じさせる映画はオカルト映画、うん、いやらしさを感じさせる映画はオカスト映画。ランランやりました、ラッ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 ラ飛行機。ほとんどだと。面白いよ。いい、おならをする乗り物は飛行機。ということで、たくさんのお便りいただきました。どうもありがとう。ということで、玉川以降のコーナーで、ね、どんどんお便り欲しいと思います。はい、面白い玉川を書いてですね、郵便番号107の東京都港区赤坂5丁目 TBS ラジオ、ショートミユキと大助とセッタの、玉川以降の係でどんどん書き欲しいと思います。さて、それじゃあ CM ですか。はい、CM 行ってみたいと思いますね、はい、コマーシャルとは何かをね、くれたのはですね、うん、大阪府は田辺秀子ちゃんからもらいました、どうもありがとう。みんな歌うぞ、うん、はい、CM とは、せーの、静かな湖畔の森の陰から、バックインミュージック。TBS ソニーの竹本孝之が歌う「だから青春」、ただいま好評発売中。バックインミュージック、玉川。玉川ショックの時間がやってまいりましたね。
現代は時間との戦いですね、はい、みんなでじゃんじゃんバリバリ頑張って1分間で100円をもらってみんなお母さんとかお父さんを外国旅行へ連れて行っちゃおうなんていうですね、そういう楽しいコーナーをやってまいりました、はい、今回もですねクイズ玉川ショックですね、出場希望者がねもう1万枚ぐらいハガキが来ましてね、あの掛け布団にして寝てた翔くんですが、その中から厳正な審査をしてですね3名様に絞ってみましたね、はい、今日のトップバッターは横浜のラミーちゃんから、もう100円持ってってほしいですね、ラミーちゃんからいただきましたね、はい、早速お電話してみましょうね、もしもーし、もしもし、こんばんよ、こんばんよ、ラミーちゃんですか、はい、そうです、キャッチフレーズどうぞ、はい、陽気なサマーエンジェルシャイニングダンサーのラミーです、シャイニングダンサー、はい、きらめいちゃってるんですね、そうです、かっこいいですね、かっこいいですね、なんだラミーのですね、はい、玉川行ってみたいと思いますね、はい、松本伊代ちゃんがカエルに尋ねました、うん、ねえ、君ってゲロゲロ？かわいい、面白い、かわいい、ラミーは面白いぞ、はい、ということで、はい、ラミーは15歳、はい、そうです、横浜だな、はい、横浜晴れてますね、晴れてます、もう星はキラキラですか、見えません、空はゲロゲロ入っておりますが早速、行ってみたいと思いますが、はい、コースを選びたいと思いますね、はい、スポーツ玉川、それから夜の玉川、ね、どういうのが来るか分かるか、分かりません、寝ろ寝ろ、それが林間学校玉川と3つあります、はい、どれがいいですか、夜の玉川林間学校だって残んないよ、みゆき、林間学校玉川ですか、はい、はい、早速行ってみたいと思いますね、はい、クイズ玉川シャン、槍があったけ、え、槍があったけ、槍があったけ、ピンポーン、え、やつの心はあったけ、やつがけ、ピンポーン、すごい、阿蘇団が返事をしました、阿蘇、ピンポーン、飯盒で炊くご飯の量は飯盒、ピンポーン、テントが倒れたらテント自信を持って言いなさい、え、テントが倒れたらテントが倒れたら、テント、ピンポーン、セミが寒がってました、セミ、ピンポーン、セミがヌードになりました、セミヌード、ピンポーン、林間学校で鳴る鐘の音は林間、ピンポーン、那須高原で作った味噌汁の具は那須、ピンポーン、水筒を舐めたら、え、水筒を舐めたら薪で作ったカレーの色は真っ黄色、ピンポーン、霧が後から追っかけてきました、霧が後から出てきて、霧が後から出てきて、どうもありがとう、10問正解50円、やったすごい、素晴らしいぞラミー、はい、残念だったのが、はい、スイートを舐めたらスイートからごめんちょっと間違えちゃったんだけど、霧が後から出てきて霧がね、この2問が分かれば100円だったんですね、難しかった、難しかった、でも楽勝だよな、大したことないよな、このお金をもらえた50円をもらえた喜びを今誰に伝えたい、元気、いや犬に伝えたいです、犬に伝えたい、犬飼ってんのか、そうです、なんて名前だ、元気です、元気、頑張れ元気、ボクサーにしよう、その犬はボクサーだろ、うん、そうです、ほんとだ、本当にボクサーだろ、違いますよ、そうそう、マイクに向かって、うそなんだよ、お前がそんな格好したって分かんないんだ、大輔いるけど、いいね、ん、喋んなくていいね、喋りたい、ダメ、ということで、この賞金をお前何使う、元気にハウスを買ってあげます、元気に何を買ってあげるの、ハウス、お家、あの、ね、でもね、なんだ、半分ね、25円ぐらい暗闇をぶっ飛ばせよ、うん、のちょっとね、パンツ入りレコード買うためにあのパンツの部分だけラミーちゃん、はい、あの元気によろしくな、はい、はい、どうもありがとう、ご支援送ります、かわいそうに大好きで冷めれませんでしたが、はい、早速2番目いってみたいと思いますね、次はですね、神奈川県の湘南バリバリのギャルちかちゃんから、もらいましたね、もしもし、もしもし、ちかですか、はい、はい、キャッチフレーズ言ってください、と湘南バリバリギャル腕と足だけ真っ黒な三つ子内熱翔くん命のちかちゃんです、
イエーイ。いえ、素晴らしい。腕だけ真っ黒。腕と足が真っ黒なの？うん、お腹は？お腹は焼いてないんです。なんで？なんで？授業中とか屋上で焼いてるから。うん、あ、そっか。あ、そうなんだ。三つ子の姉貴って何？三つ子なんだ。そう。で一番上なんだ。そう。みんな同じ顔してるの？全然違う顔。あ、違うけど三つ子。じゃあ一覧性じゃないんだね。そうそう。湘南のバリバリギャルですね。俺の達でですね、土方やってるやつがいるんですけどね、はい、腕だけ真っ黒なんだよね。で、海行こうとしたんだけどさ、海行こうとしたんだけど、パンツになるとさ、足が真っ白なんだよね。ちょっといけねえなって悩んでるやついましたけどね。まだ海は行ってないのか？海は俺じゃないけどね、うん、3回ぐらい行った。そうか。いいの？よし、じゃあ早速クイズ玉川ショック行くけど、はい、スポーツ玉川と、うん、あれどうしたの？あ、スポーツ玉川と夜の玉川とあるんだけど、どっちする？スポーツ玉川。スポーツ玉川ですね、はい、夜の玉川が残ってしまいましたね。これが一番簡単だったのに。おい、じゃあスポーツ玉川行くぞ。はい、クイズ玉川ショック。スキーがピンポーン。ビスケットがボールで遊んだら、ビスケットがボールで遊んだらバスケット。ピンポーン。ボールがふっと気がつきました。フットボール。ピンポーン。ウルトラマンの得意なスポーツは、わかんない。ウルトラマンの得意なスポーツは、分かる。走って外国へ逃げ出すのは、走って港を飛び越すスポーツは、難しい。坂を登るスポーツは、え、分かんない。走り蹴飛ばすやつ、サッカー。ピンポーン。ここでピンポーンって言ってる人は、書く人。なんだ？シングルベッドが言いました。僕、バレーボールのセッターが、あ、セッター。ピンポーン。タクはバレーボールもうまい。なぜなら、あ、タクタック、ア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 タック。どうもありがとうございました。5問正解、25円。ねえ、ちょっと上がっちゃったね。かわいそうですよ、これは。しか、これはね、ちょっとね、難しかった。うん、あのね、まず分かんなかったやつが、ウルトラマンの得意なスポーツは、ピンポーンなんてね。なんで？ピンポンって言うじゃん。ピンポン、ピンポン。それから、得意なもう一つスポーツが、うん、乗馬。分かんないよね。分かんないよね。それから、走って外国へ逃げ出すのは、走り高跳び。高跳びって言うべ。うん。だから、走って港を飛び越すスポーツは、走りハーバー跳び。難しいですよ、これは。それから、ここでピンポンと言ってるのは、サッカー。うん、それから、シングルベッドが言いました。僕、シングですね。うん。シング、寝る、うん、寝る具ね。全然こう関係ないんだけどね。いいんだっつうの。バレーボールのセッターがセッターは分かったのね。で、タクはバレーボールもうまい。アタックナンバーワンだったんですね。残念だったな。うん、25円だったけど、ね、このお金で何をする？どうしよう、飴買う。嘘。飴買うの？お腹焼いてほしい、この25円で。あ、お腹焼くの？ハワイアテル。なんだよ。私の玉が言ってくれてない。あ、ごめん。トロッコ忘れてないぜ。てめえ、ないですね、やろ。悪いね、ごめんな。うん、地下の玉が行くぞ。翔くんが、お風呂上がりの浴衣姿の粋なお姉さんに声をかけました。お姉さん、粋だね。あたしは帰りだよ。受けたぞ、地下。うまいでしょ。うまいでしょ。まあ。まあよくあるパターンだね。うん、うん、もっとでも面白いからこれピックアップされたんだからな、うん、自信を持っていいぞ。はい、 あと一生懸命お腹焼くように頑張ってもらいたいと思う。はい、はい、どうもありがとう。ありがとう。はい、バイバイ。バイバイ。ということで3人目行ってみたいと思いますね。はい、今頑張りました。ちょっと今回難しかったかもしれないね。難しかった。はい、次行ってみたいのは、次は愛知県の、まゆみちゃんからいただきましたね。はい、もしもし。もしもし。キャッチフレーズどうぞ。はい、渋くて、うん、
背が高くて、うん、いつもサングラスかけてて、うん、でタバコの煙が似合う、うん、おひげが素敵な藤達也さんが大好きなサクッとセリカのまひみです。珍しいなお前ねえ藤達也さんってね、あの方背高いですか、うん、いいじゃねえか、高いんだよみんな。そうだ、すごい素敵でしょ。いいんだ、これがお前キャッチフレーズなんだもんな。なあ、まゆみな。はい。大好きなんか知らないもんな。大好き、好きよ。あ、サンキュー。テッタもいるんだけど。大好きじゃなくて、テッタごめん、大好き。あ、大好きだって。みゆきちゃんもいいんだよ。みゆきちゃん大好きです。翔くんは？翔くん？うん。愛してる。あ、ああ、まゆみの卵が行きます。マチコ、マチ行こう。あっち行こう、あっち行こう、よし行こう、よし行こう、ジョニー君、ベンジョニー君。ダメだこれ、全然受けなかったよ。自分でダメだこれとか言っちゃダメだよ。自信を持たないと。さて、まゆみ、はい、お前夜の玉川だ、はい、自信あるか。ない。あるだろ。あるって言いなさい。ある。よし、早速いきます。クイズ玉川ショック。夜に、夜はあるのに英語で言うと、え、夜はあるけど英語で言うと、ないと。ピンポーン。スタンドがパチンコでお金を、え、スタンドがパチンコでお金を、わかんない。布団を包んでいる動物は、え、布団を包んでいる動物は、布団、布団、布団、ま、うんうん、枕にスカートを巻く、ラ、ハリーツが指を一本口に立てて言いました。ピンポーン。星が、星、ピンポーン。沖縄にいる蛇は、え、沖縄にいる蛇らしいものは何でしょう。蛇らしい、歯磨くもの、え、歯磨くやつ、歯ブラシ。ピンポーン。邪魔なパパが着ている寝巻きは、パジャマ。ピンポーン。眠いぜ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 。ピンポーン。浴衣が喜びました。ああ、よかった。ピンポーン。月の得意技、うん、月の得意技、え、コウモリさんが歌う歌は、コウモリ、ねんねん、コウモリ、歌うな。今うまかった。今ピンポンしてあげよう。ピンポーン。6問正解、30円。おめでとう。ありがとう。惜しかったな、まゆみな。あのね、はい、スタンドがパチンコでお金をすったんだ。それから布団を包んでる動物は布団カバー。枕にスカートを枕られた。それから、なんだっけ、月の得意技、月。コウモリさんが歌う歌はコウモリ歌。お前歌って、ねえ、もう一回歌ってごらん。ねんねん、コロリよ、コロリよ。マジか、寝ちゃったよ、お前。寝てないよ。まゆみ、はい、この30円のお金で何をする、はい、タクニャンとの結婚式に使います。うん、あ、頑張ってください。はい、頑張ってください。どうもありがとうね。はい。はい、さよなら。頑張ってください。はい、おやすみなさいじゃないんだっつ。あ、頑張ってください。あ、頑張ってくださいしたのか。そうか、ごめんな。うん。うざね、うん、はい、どうもありがとう。はい、ということで、クイズ玉川ショックですね。出場希望したい方はですね、玉川一行そいつですね、郵便番号107東京都港区赤坂5丁目 TBS ラジオ、木曜パックショートみゆきと島大輔と杉本哲太と、その他たくさん来ますけれども、クイズ玉川ショック出場希望と書いてですね、はい、はがきでどんどん送ってもらいたいと思います。どうもありがとうね。ということで、今日はですね、はい、クイズ玉川ショックこれで終わると思ったら大間違い。せっかくですね、島大輔と杉本哲太が来てるんで、早速行ってみたいと思いますね。はい。いいかお前、まずどっちが行く。島さん、まあやっぱ先輩として島大輔だから、ね、島大輔君にはですね、銀映え玉川とですね、タバコ玉川があります。はい、どっちしますか。銀映え玉川。銀映え玉川。俺あれですよ。なんだあれ、食べ物編って言ったのに。うるせえな、バカ野郎。じゃあ、さっき大丈夫じゃないですか。うるさいっつの。じゃあ、これはですね、今山明子ちゃんということからね。お手が一番ちょんぼされてるんだ、今。静かにしてください。出題されました。一部解題、変えてますけどね。はい、今山明子ちゃんからもらったやつですね。はい、銀杯玉川行きます。いいか、はい、はい。クイズ、玉川ショック。ジョニーが乗ってるバイクの種類は？ジョニーミグッド。大輔の好きなパンツの柄は？暗闇をぶっ飛ばせ。タクのやらない家事仕事は？銀バル蹴らない。おめえバカにしてんぞお前。ランさんが走ったら？
あ、危ねえ。ランさんが走ったら、ランさんが、ランベブだろ。ランピンポン。杉の下に立ってるやつは、え、杉の下に立ってるやつは、杉下コーチ。タクに食べさせてあげたい漬物は、タクアン漬け。ピンポン。ランさんがデートしたら、デブ。ラグビーでタクの得意技は、え、ラグビーの、ラグビーでタクの得意技、チョーパン。ショーの好きなケーキは、え、ショートケーキ。ピンポーン。ランさん、恋人はいるんですか。いるはずないです。ショー君といえば最高。ピンポーン。3問正解、15円。お前何言ってんだよ。ジョニーが乗ってるバイクはリードだろ。乗りにくったら。大輔の好きなパンツの柄は島。だからタクのやらない家事は洗濯。ランさんが走ったらランニング。次の下へ立ってる杉本哲太。タクに食べさせてあげたタクは分かったかな。ランさんがデートしたらデブじゃなくてランデブ。ラグビーでタクの得意技はタックル。でランさん恋人はいるんですか。おらん。お前ね、玉川を全然分かってない。いるわけねえとかですね。勝手に言ってましたからね。これは知らねえぞ。違います。翔さんから電話かってくるよ。この紙見てください。この紙聞いてください。これちゃんとね、翔さんがね、これこういうふうに言えってもらった紙なんですよ。嘘つくんじゃねえよ。そうじゃない。これ言えって受けるから言えって。翔さんこいやだ。この15円お前どうする。クライミングぶっ飛ばして買います。頑張って買ってもらいたいと思う。はい、待て、やった。はい、行くぜ。はい、あ、ちょっとじゃあ、あの、もう一回キャッチフレーズ言いなさい。翔くん命の八幡山のブランコと。もういいっつーの、お前ら。おい、行くぞ。タバコ玉川、得意だな。はい。昔得意だったな。はい。今得意じゃないな。はい。おし、クイズ、玉川翔。ラークを吸うと、ラク。ピンポーン。クールなジョニーが吸うタバコは、クール。ピンポーン。暗い時には、はい。クール。タバコの煙が死に…なんだ。ウルトラセブンが吸うタバコはセブンスター。ピンポーン。ウルトラセブンが負けちゃったタバコはマルチセブン。ピンポーン。負けるじゃセブン。マルケンだそれで。剣闘の選手が吸うタバコは剣闘。ピンポーン。いい恋がしたいタバコ、いい恋。ピンポーン。先生の吸うタバコは先…ミネ。近くで見る。健康花火。スケスケパンツだとキャ。え、スケスケパンツだとキャ。キッドの持ってるライターは100円ライター。ピンポン。関係ないけど翔くんといえば最高。ピンポン。すごい。8問正解40円。どうもありがとうございます。だってちょっと問題の質が全然違いますよ。だってやろやろ。暗い時にははいライト。タバコの煙がモアモアモアね。それから、いい恋がしたい時はいい恋があってな。先生の吸うタバコ。先生。新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 生なんかタバコあるんですか。あるよ。俺は知らないけどな。リーダーがよく昔吸ってた。俺は知らないけどな、新生なんて。スケスケパンティーだとキャミエル。せーの、2時でございました。イエスお前ら。スケスケパンツだとキャミエル。キャミエル。なるほど。からキッドの持ってるライター100円ライターって言いましたね。はい、作家の木戸口さん、使い捨ての青春なんですね。辛いんですね、作家っていうのは。ある面では俺たちもそうかもしれない。頑張らなくちゃいけないな、キッド。ピンポーン。ビビー。関係ないけど翔くん最高と。8問正解40円。はい、この40円でお前何を買う。何が買うかな。何だよ。貯めます。40円貯めて頑張ってビッグなロックンローラーになってもらいたいと思う。はい、はい、ということで島田大輔ですね。哲太のですね、まあクイズ玉川ショックは、うん、まあ哲太君に軍配が上がったわけだ。はい、島田大輔。はい、お前はこの分を。でもちゃんと銀バイカーバリバリとか、うん、俺はちゃんと銀バイ一家を代表してですね、うん、暗闇をぶっ飛ばすとかてめえの宣伝しかしなかったじゃねえかよ。だから俺翔くん最高って最後。それは答えだもんよ。ということで頑張っていきたいと思いますね。CM とは何か言ってみたいと思います。いいか、面白かったら笑えよ。はい、浦和市からもらいました米倉玲子ちゃん16歳どうもありがとう。ありがとう。 CM とは C と M。
俺らよ金玉川息子誰が呼んだか知ってるぜ。それでは皆さんまた来週。パックインミュージック真夏の高原に繰り広げる歌の祭典自然と歌おうサマーミュージックフェスティバル7月25日、ヒルゼン三木ヶ原です。岡山県郷土文化財団、山陽放送などの主催により開催します。県内の